松下先生、どうもこんにちは。こんにちは。今日は私たちの評価 の地球環境、環境政策の評価をやっていただいた京都大学松下先生に事務所に来ていただきました。どうも。それでまず今日聞きたいのはですね、今回評価は、私たちの評価はですね、どっちも10点台でしたよね。はい、かなり低い評価だったんですね、自民党と民主党がですね。これはどういう理由だったのかということをまず先生から説明していただきたいんですが、特に民主党の場合はですね、はい、いわゆる外形的要件でですね、環境に関する目標だとか実施過程だとか達成期限とそういうことを書いてなくてですね、グリーンイノベーションの下にスマートグリッドを進めますとか、あるいは自然エネルギーの固定価格改定性を進めますと、そういうことが断片的に書いてあるだけで、いわゆるマニフェスト的な内容の形式要件を整えてなかったという政策の体系が見えなくなってきてるわけですね、はいはい、それから、自民党は比較的詳細に書いてあるんです、もう項目としては詳細に書いてあるんですが、はい、内容的に例えば税制のグリーン化は今後検討するとか、うんうん、あるいは排出取引制度も検討するとか、全て先送りで、はい、そういう目標達成時期だとか、スケジュールが書いてなかったという点です、はいはい、前回のですね、その実績評価、その前 の、はい、去年の選挙の時のマニフェスト評価を比べると、はいはい、その時は民主党の環境政策はですね、かなりいいというか踏み込んでましたよね、対決戦まで。それはどうしてこうなったと思いますか。中期目標はきちんと、国際的に評価される内容でしたし、はい、それからそれに基づいてそれを実施すべく地球温暖化対策基本法案を国会に提出して、それが衆議院を通過して、参議院で結果的に廃案になった。廃案になっちゃいましたね、はい、でそれをどうするかについて実はこう、民主党のマニフェストではあんま触れていない。本当はそれ書かなきゃダメですよね。それから例えばその目標設定、中期目標もですね、よく言われてましたけど、目標は本当にその堅持してその実行に向かわせるための条件があってですね、国際的にそれがちゃんと合意するとか、何かちゃんとした目に見える形で排出、周排出国が動かないととかですね、いろいろありましたよね、ここあたりはどうなんですかね。そうですね、やはり目標自体が条件付きだと、例えば企業が投資をする際にですね、投資の決定ができにくいですね、不確実性がありすぎて、ですから国内で例えば 20% とか 15% は削減すると、はい、そのための政策手段として、制度設計を進めますと、いうことを書いてあればですね、それを一応前提として企業も将来の設計ができるんですが、それができないのが一番問題だと思います、ただ一方で排出権取引制度とか、いろんなその買い取り含めてですね、かなり不十分だけども、民主党政権は動かしてたですよね、その最終的に環境省の案と経産省の案がその一致してないとか、なんかまだちょっと途中経過なんですが、であればもっとここを整理して約束するようにすればいいと思うんですが、なんか逆にこう骨抜きしちゃいましたよね、なんでですかね。環境温暖化対策基本法には一応報告が書いてあって、それを一応政府内で検討してきたはずですが、やっぱり菅新政権はそれに対する次のステップをですね、明示すべきだったのが明示されていないので、一体どうなったのかと、マニフェストを見る限りですね、という印象を受けます、はい、じゃあ今度自民党の方なんですが、自民党はその目標、自民党というか前の自公政権の目標が民主党政権よりは低かったんですが、ただかなりいろいろ政策としてはですね、かなり書き込んできてるんですが、自民党のマニフェストを読んで、気になってる点っていうんですか、どういうことなんでしょうか。はい、やはり、民主党が掲げている3つの基本的政策ですね、民主党の環境財と、それから自然エネルギーの固定価格改定制度と、それから国内排出取引制度、それについて自民党の方も項目が出てるんですが、全てがよく見ると今後検討するということで、その時期だとかですね、内容について明示されていない、ですから全て先送りになっているという点が問題だと思います。それがその両党とも、10点台とかなり低い評価になったという点になるわけですね、ではその本来ですね、日本の政党はこの参議院選でこの環境政策に関しては何を有権者に説明すべき、今時期なんでしょうか。強い経済と、それから
まあ、良い環境とですね、はい、それからより多くの雇用と、それを結びつける、まあ、グリーンイノベーションということは一応出てるので、それはそれでいいんですが、うん、それをもう少し具体的にですね、うん、あの目標とそれから対策とスケジュールを明らかにすべきだったというふうに思います、うんうんうん、あの例えばもうちょっとイメージが僕分からないんですが、あのアメリカ含めて海外はかなり具体的なその数値目標とその実現手段をかなり描いていくんですが、なんかこう世界と比べてどういうそのあの今日本の環境政策というのは位置づけとかあるんでしょうか。やはりあのやっと地温暖化対策基本法案が出てですね、うん、それで少しキャッチアップするかなと思ったところで廃案になって、うん、その先が今見えてないというところだったんですね。ですからこれで、法律法案ができないとこの具体的な制度設計が停滞するという恐れがありますね、うんうん、それが一番心配ですが、はい、一方であの今の政権もその、うん、あの自民党もそうなんですが、その目標設定を実現するための道筋ですね、でそれはまだ具体的に国民にきちっと説明されてないですよね。 そこあたりはどう考えますか。一応環境大臣、小沢環境大臣の案として中間目標出ていますが、うん、政府全体として、まあ、成長戦略なんですね、うん、あるいはエネルギー基本計画なりですね、うん、整合的な体系がまだ出されていないと、うん、そういう印象があります、うん、で自民党は逆にそれがその民主党政権で自分たちがやってたことが否定されたとすれば、はい、逆にそれに関してプランを、より鮮明なプランを国民に本来は提示しなきゃいけない、自民党の場合は民主党の案がですね、あまり根拠ないという批判をしていますが、うん、自民党側もそれに対抗するものを出していないというのが現状だと思います、うん、はい、今度は有権者側から見てね、まあ、環境政策が今回 その参議院選挙でどういうふうにこう選挙演説などでですね、はい、触れるかちょっと、まあ、まだ今始まったばっかりなんですが、はい、どういうところを注意してね、まあ、自分たちがその政党の発言を考えればよろしいんでしょうか。そうですね、やはり目標自体を目標高い目標を掲げたことはあの民主党の場合良かったと思うんですが、うん、それをきちんと達成する道筋が明示されているかどうか、うん、それが雇用に結びつくか、ね、経済の活性化に結びつくか、うん、で確実に目標が達成できるかどうか、うん、そういうことを見ていくべきだと思います。要するに目標とそれを実現するための手段と工程があって、ね、またその実現性ですね、ということですね、はい、あとここまで自公で民主党を含めてこう目標に対して違うわけですから、それに対する違いをもう少し選挙戦では説明してほしいですよね。公明党は公明党だ、公明党の場合はあのむしろですね、はい、民主党よりも明確にですね、25% という目標を条件なしで実施しようということで、うん、ですから公明党があって民主党があって自民党があると、そういう、そういう感じなわけですね。なるほど。他 あの新しい政党とかあまり環境政策っていうのは、そんなやっぱり今そうですね、あまり明確に出してないです、ね、出してないわけですよね、はい、だけどやっぱりあの地球環境っていうのは世界的なその大きな一周ですから、はい、やはりここあたりもその各政党がどれぐらい本気でやる気になるかっていうことを見ていくことが必要だと、強い経済っていう中の一環として、うん、まあ、グリーンイノベーションとか、ね、環境に対する投資やあの対策を通じてですね、うん、新しい産業を起こして雇用を作ると、うん、それはあのいい方向だと思います。そうか、今の話はあれですよね、今までの経済成長っていうのは、うん、その経済 の、 そのまず環境とか環境は負担だという発想、ね、負担だって話だったわけですね。それはむしろ環境に対して投資することによって経済を活性化しよう、うん、雇用を増やそうと、それが正しい方向です、うん、なるほど。じゃあそういうパラダイムがもう変わってるのに、はいはい、そこにもっと具体的なその目標設定とどういうふうな人かで雇用が増えてとか、はい、具体的な姿を示せばいいんですよね。もちろん消費税も重要な一種ですけど、例えばあの環境税、ね、それは少し規模は小さいですけど、はい、より具体的に環境にも良くて経済にもいいと、うん、そういう税制ができると、ね、はい、分かりました。とりあえず今回あの環境政策は本当にマニフェストで言及が少なくなったと。そうですね、これ虫眼鏡で見ないとわからないな段階まで来てますけど、はい、本当はこれこそが去年 あの9月の総選挙でも大きな問題でしたよね、だからそういう意味ではそのあの有権者の方がこう政党がね、まあ、自分勝手にこの目標とかこう政策をちっちゃく言うとかじゃなくて、ちゃんとどういうふうにあの本音で考えているのかをちゃんと見抜くことが必要だということを、中期目標を掲げたことは立派だったので、それをきちんと実現する道筋を明らかにして、逃げずにですね、やってほしく、はい、どうも今日はあの京都大学の松井先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。